はですね、Weaver Workshops っていうブランドのブラインドシェイカーっていうものですね。このブランドを作った方が元アップルのエンジニアさんだったかな。で、今ね、なんか日本の九州、福岡に住んでるらしいので、ね、これをちょっと前に買って、で、しばらく使ってるんですけど、すごいね、いい感じなので、今日はちょっとこれ紹介しますね。それでエスプレッソをやるときにですね、なんかディストリビューターっていうこのポルタフィルターの上に置いてこう回してこう豆を均衡化するやつがあるんですけど、なんかそれの、ちょっと特殊な形のやつです。これは3ピース構造になっていて、でこの状態でグラインダーにセットして豆を入れて、でこの蓋をして振って、でポルタフィルターにセットして、でこれを取ると豆がフィルターのところに落ちるという仕組みになっております。で豆をひいたらこんな感じになっているので、蓋をして振ると。そうするとここ豆が全体が均一になるということです。素晴らしいね。あとは普通にタンピングをして、ということで、普通のね、こっちの回すタイプのディストリビューター、こっちでも全然いいんですけど、こっちはですね、なんかグラインダーにセットした時にここ豆がねほとんど飛び散らないっていうね、なんかそこが僕は個人的にすごい気に入っております。なのでね、気になった方は概要欄に貼っておきますんでチェックしてみてください。では。